ヘルシンボリにあるステンボックの銅像、マグヌス・グスタフソン・ステンボック伯爵は、スウェーデンの貴族、軍人。スウェーデン王カール12世に仕えた名称で、大北方戦争で活躍したことで知られる。ストックホルム生まれ。父親は、スウェーデン海軍の提督、グスタフ・オット・ステンボック伯爵。母・クリスティーナ・デラ・ガルディは、フランスに起源を持つ家系の出身で、一説には、 前王朝のワーサケに連なる血筋と言われる。ウプサラ大学とパリで教育を受けた後、軍務に就くことを選び、オランダ軍でキャリアを積んだ後スウェーデン・リーク軍に入り、1688年に、少佐に昇進した。大同盟戦争では、ネーデルラントとラインバ戦線で活躍、フルールスの戦いで頭角を現した。大北方戦争が勃発すると、ダーラナレン隊長として、 ナルバの戦いで先行を上げ、リガの戦い、クリッシュフの戦い、クラックフの戦いでも活躍。1703年には、プーツクの戦いに勝利した。1706年には将軍に取り立てられた上、ヘルシンボリで大将して、スコーニ総督にも任命された。主君カール12世から厚く信任され、アンダーシュ・ライエルクローナ将軍からステンボックが泥酔しているとの苦情が寄せられると、 カール十二世は、酔っているステンボックは、シラフのライエルクローナよりも命令を下すことがうまいと、取り付く島もなかったという。彼は若い頃から、オランダ軍、新生ローマ帝国軍でキャリアを積み、さらに、スウェーデン陸軍に入ると1699年までに、連隊長にまで昇進した。大北方戦争が始まると、主君カール十二世への軍事的側近となり、ナルバの戦い。 リガの戦いなどで重要な先行を挙げ、ついに将軍に取り立てられた。ステンボックは、クラクフ要塞の守備隊長を務め、カール12世の信任を得て、ポーランド・リトアニア共和国の支配を任された。ステンボックは、ポーランド人のゲリラ攻撃に悩まされながらも、ポーランドの統治に成功し、1707年には、スウェーデン最大の軍人と言われるカールグスタフ、レーンスケルドの公認として、 スコーネの総督に任命された。同時期のスウェーデン軍にはメルネル将軍やアルビドホルン将軍がいた。彼らは後に衰退したスウェーデン軍の再編に力を尽くすことになる。ステンボックは1709年6月28日のポルタバの戦いに敗れたことで厳しい立場に追い込まれる。ポルタバでは多くのスウェーデンの将官が戦死もしくは捕虜となり、 スウェーデン軍は事実上壊滅、主君カール12世は、オスマン帝国に亡命するという事態にまで陥った。さらに、この敗戦を見たデンマークが、君主不在のスウェーデンに宣戦線。ステンボックは、スコーネ防備の責任者として、わずかな軍を率いて、デンマーク軍を水際で防ぐという重責を負うことになる。ポルタバの戦い以降、ステンボックは、主君が、 不在のまま孤独な戦争を続けることになった。1709年11月、デンマーク軍はエーレスンド海峡を渡った。スコーネ戦争における1676年以来の危機である。1710年2月、ステンボックはこれをスコーネのヘルシンボリで迎撃し、ヘルシンボリの戦いの幕が切って落とされた。スウェーデン軍にとっては防衛戦争であるため式が高く、 デンマーク軍に猛攻を加えて壊滅させることに成功した。以後デンマークはスコーネに侵攻する力を失い、この後大北方戦争で主勢に立たされることとなった。しかしヨーロッパ大陸のスウェーデン軍は敗戦を重ねていた。ステンボックは彼らを救うためにバルト海を渡る。彼はポーランドと急戦条約を結びドイツへと向かった。 しかしこのポーランドとの急戦は大北方戦争全体から見ればスウェーデンの失敗の一つであったと言われている。ステンボックは1712年12月9日メクレンブルク公領内のガーデブッシュでザクセン軍、デンマーク軍と対峙した。ガーデブッシュの戦いである。デンマーク軍はデンマーク王フレゼリク4世が指揮を取った。この戦いでステンボックは ザクセンデンマーク軍に対象するのである。この法を聞いたカール十二世は、歓喜し、彼に、陸軍元帥の地位を与えた。ステンボックは、大北方戦争において、カール十二世に次ぐ名称として、名を馳せた。しかし、名声は彼を満身へと陥らせた。彼は1712年12月29日、デンマーク領のドイツ都市を無慈悲にも焼き打ちにしたのである。 彼はこの行為によって全ドイツを敵に回してしまい、次第に孤立していった。本国からの支援もなく、補給も得られなかった。主君カール12世も、オスマン帝国に亡命したままで、帰国の兆しもなかった。1713年、彼の軍隊は、テンニング包囲戦で、孤立無援に陥り、抵抗の後、ついに降伏し、コッペンハーゲンで、捕虜生活を送った。 1717 17年、ステンボックはコペンハーゲンで捕虜のまま生涯を終えた。ありがとうございます。